アストン・マーティンは6月、行動走行が可能ながらもサーキット走行に重きを置いた世界38台限定生産のスペシャルマシン、バリアント、バリアントを発表した。このバリアントは、アストン・マーティン創立110周年を記念して制作されたバラー、バラーをベースに、リスポークサービス部門である9倍アストン・マーチンが制作した。 最高出力 745PS の5 2リッター v 1 2ツインターボエンジンに6速マニュアルトランスミッションを組み合わせ、オールカーボンファイバー製ボディワークやマグネシウムホイールの採用、走りを重視したインテリアへの変更などによって 95kg 前後の軽量化に成功した。またバリアントはバラーから空力も大きく異なり、フロントスプリッターやエアロディスク、大型の固定仕切りやウィングも目を引く。 ダウンフォース増加のための CFD や材料科学という分野では、F1 チームとも強いつながりを持つアストン・マーティン・パフォーマンス・テクノロジーズ、アンプトが開発に携わった。そんなバリアントが誕生したきっかけは、2023年からアストン・マーティン F1 でドライブする二度の F1 世界チャンピオン、フェルナンド・アロンソの個人的な依頼だった。フェルナンドは車に関して非常に興味深いバックグラウンドを持っていて、 個人のミュージアムもある。スーパーカーやハイパーカーだけでなく、あらゆるものに興味を持っている。そう語るのは、バラーやバリアントのプロダクトマネージャーを務め、現在は9倍アストンマーチンのアジア間太平洋地域主任を務めるサム・ベネットだ。彼の市販車への関与には驚かされる。アストンマーティン F1 だけでなく、ブランドとしてのアストンマーティンにも非常に興味を持っている。 彼は引退してもアストン・マーティンに泊まり、一緒に仕事をするつもりだと公言している。彼は本当に、いろいろな意味でアストン・マーティンをホームだと感じているんだ。だから、ほぼ夢のような車作りに関われることに彼はとてもワクワクしていた。フェルナンドはワクワクしながら開発プロセスに関わっていた。ただ彼はとても忙しく、世界中を飛び回っている。そのため彼が車の方向性を指し示すというものだった。 レーシングドライバーは非常に明確な指摘がうまいし、我々のテストチームのドライバーもすべてルマンや F1 といった経歴を持っている。フェルナンドも深く関わっているし、開発プロセスでテストドライブも行ったが、多くの作業はアストン・マーティンのチームが行った。フェルナンドは明確に、これが良い、こういう感触にして欲しかった、と伝えてくれるから彼との仕事は非常にやりやすい。彼は他の車での経験も豊富だからね。 正直に言って楽しかった。彼も楽しんだし、チームも楽しんでいた。彼の指示はかなり強気で、95kg の軽量化はかなりのものだった。しかしチームはなんとか彼の要望を実現することができた。また、二度の F1 王者からの依頼や指摘はかなりの挑戦だったのではないか。と尋ねると、ベネットはこう答えた。プロジェクトにワクワクしているだけでなく、 非常に辛口な人からのリクエストとなるとかなりのチャレンジだよ。辛口だけど、それが彼らの仕事だからね。もし彼が厳しい評価を下せず、これは嫌いだ、と言えない人なら、あのポジションにはいなかっただろうね。しかしチームとして、そしてアストン・マーティンというブランド、エンジニアリング企業としても彼らは挑戦が大好物だ。アストン・マーティンで働いていて楽しいのが、誰もノー。 と言わないことだ。誰かが白丸台白丸台はできないか。というと、ほとんどの場合、やってみようという答えが返ってくる。バルキリーのような車を見れば、アストン・マーティンが非常にユニークなフィロソフィーを持っていることがわかるはずだ。なおバリアントに関してベネットは、バラーが90、90%を行動走行にフォーカスし、残る10%をサーキット走行に当てたのに対して、 バリアントは90%をサーキット走行にフォーカスし、残る10%を行動走行に当てたと説明。1990年代のスーパーカーのような手強さを意識して設計されたという。バリアントのトラクションコントロールは完全にオフにすることはできる。個人的にはこれをオフにするのはとても勇気のいることだと思うけどね。とベネットは言う。 我々はプレイステーションのゲームをしているような感じにはしたくなかった。1990年代の車のように、ただ飛び乗るだけでは壁に激突する、そういう要素を持つように設計したのだ。顧客には乗り込んで、どうドライブすべきかを学んでもらいたい、後輪駆動の MT 車としては膨大なパワーだ。あまり安全にしすぎたくなかった。現代のライバル車のように、 非常に低いスキルでもすぐに飛び乗れるといったことはできないよ。そしてベネットはこうも語った。彼ら、顧客、は、この車はそういうものだと伝えられるはずだ。ただ、この種の車を購入する人々のほとんどは経験豊富だ。彼らもかなりのレベルのチャレンジであることを理解してくれるだろう。正直に言うと、初めて乗った時から、バリアントは、 リスペクトを払わなければいけないものだと感じることができるはずだ。バリアントの価格は公表されていないものの、モーターズポート .com の姉妹誌であるモーターワン .com によるとその価格は200万ポンド、約3億8000万円前後。ベネットはその数字自体を認めなかったものの、さまざまな報道の推測があると匂わせた。すでに38台のバリアントは、 日本を含め世界各地の顧客に割り当て済み。アロンソもそのうちの一人であり、アストン・マーティンからのプレゼントではなく実際に購入しているという。アロンソ仕様は納車が完了するまでは非公開だが、ビスポーク部門が送り出すバリアントは、一つとして同じ車はなく、38台それぞれに顧客に合わせたカスタマイズが行われるという。